こんにちは、まなぶです。今回はバンコクの住み心地が神な理由というテーマでお話をしていきます。で、先日に僕はこういったツイートしました。ちょっと読み上げていくと、バンコクの住み心地が神な理由、暖かい、人が良い、花粉がない、日本食がうまい、通信費が安すぎ、タクシーが安すぎ、割と豪邸でも安い、こんな感じです。もしかするとバンコク政府はノマドビザを発行します。そしたらさらに神の国になりますね。まあ、こういった、ツイートですね。で、今回の動画に関しては、まあ、ちょっと緩い感じで、バンコクの素晴らしさですね、これをお話ししていこうと思います。で、元々僕バンコクに2年ぐらい滞在していて、ツイッターとか、ブログでも発信してるんですけども、バンコクめっちゃ素晴らしいです。で、何が素晴らしいかっていうと、もう総合的に不満がないんですよね。で、なので今回の動画は、僕過去にいろんな国に結構住んできたので、ちょっといろんな場所を比較しつつ、じゃあバンコクは何でいいかっていうのをお話ししていきます。で、基本的に僕の過去の滞在歴として、東南アジアが多いので、アメリカとかヨーロッパも行ったことあるんですけど、あんまり長期間いなかったので、東南アジアっていうくくりで、じゃあバンコクの良さ、バンコクではタイ王国ですね、これの良さをお話ししていきます。で、まず前提条件として、僕バンコクに2年間ですよね。で、あとフィリピンに4年間で、あとマレーシアに3ヶ月とシンガポールに2ヶ月と、あとベトナム1ヶ月ぐらい、これぐらいっていうのを滞在しています。で、今これ動画撮影していて、先日29歳になったんですけど、22歳ぐらいからかな、21歳2歳ぐらいからもうずっと東南アジアにいる感じです。で、この動画は今ちょっと日本で撮ってるんですけど、基本的には海外に住んでる感じです。で、じゃあそれぞれ国の特徴っていうのを一言で表していくと、まず最初バンコク、バンコクはもう基本的に超大満足です。で、大満足な理由は、後からちょっと説明していくんですけど、ただ、強いて1個だけ悪い点を挙げると、空気がちょっと汚いかなっていう。中心地行くと排気ガスとかあるんで、街とかをこう、なんて言うんですかね、ウォーキングとかはちょっとしづらいです。で、その次フィリピンで、僕これセブ島に4年間ぐらい住んでたんですけど、セブ島は基本的に人が優しいし、あったかいし、すごいいいんですけど、ただ、懸念点としてはもう飯まずすぎです。飯まずいっていうのと、あと Wi-Fi 遅いです。なのでちょっと微妙ですね。で、その次マレーシアなんですけど、マレーシアは基本的にロングステイする方とか多くて、ロングステイというか、その年金生活者が多かったりします。なので、マレーシアってゆったりしてる感じなんですよね。ゆったりしていて、それで価格も結構安いし、あとビザとか の制度も緩かったりします。だから、老後にちょっとまったり暮らしたいんだったら、結構マレーシアもありかなみたいな、そういう感じです。ただ僕の場合別にまだ老後じゃないので、もうちょいアクティブな国でもいいかなっていう、マレーシアすごい全体的に落ち着いてるんですよねっていう感じで、悪くはないですけど、バンコクの方が刺激的だったりします。で、その次シンガポールで、シンガポール先日までいたんですけど、シンガポールもすごいいいです。すごい良くて綺麗で、一言で言うと東南アジア版アメリカっていう感じです。街並みとかも、僕はアメリカ行ったことあって2ヶ月ちょいぐらいから住んでたんですけど、街並みとかが本当になんかコピーしてるんじゃないのってぐらい似ています。で、かつ、すごい綺麗ですし、なんかもうほとんど日本と変わんないですね。日本と変わんないんですけど、シンガポールだとこういろんな人種がいたりっていう感じです。ただ懸念点としては高いですね。で、どれぐらい高いかっていうと、バンコクで結構いい生活すると、20万とかかな、20万から25万ぐらいでお金がかかります。これ一人暮らしで中心地の、いいコンドミニアムに住んだ場合ですね。で、一方でシンガポールで一人暮らしして、それでいいコンドミニアムに住む場合は、多分月60万から80万ぐらいかかってきます。なので、バンコクとシンガポール同じ生活リズム、生活レベルかをすると、こっちが20万、バンコク20万に対してシンガポールが60万とか、3倍ぐらいですね。これぐらい変わってきます。なのでお金の心配が完全にゼロっていう人は、シンガポールでもいいと思うんですけど、僕は別にそのお金の心配ゼロってわけじゃないので、トータルで考えたらバンコクの方がいいかなみたいな、そういう風に思ったりしてます。で、あと最後ベトナムについてちょっと言っておくと、ベトナム僕1ヶ月ぐらいしかいなかったんで、そこまで詳しくはないんですけど、基本的に飯うまいですね。飯うまくて、ただとはいえまだまだちょっと発展途上かなっていうのもあって、ベトナム料理は美味しいんですけど、日本食とかあんまない、印象です。あとはベトナムに移住する人とかってあんまりいないと思うので、どっちかっていうとそんなメジャーな国じゃないですね。なので、ここまでの話をトータルで聞いていくと、多分大体の方が、シンガポールかバンコク良さげだなっていうふうに思うと思います。で、お金が無限にある人だったら、シンガポール一択でいいと思うんですけど、無限じゃない人だったら、バンコクの方がいいかなっていうふうに思います。で、バンコクとシンガポールちょっとサクッと比較していくと、シンガポールは、清潔度が綺麗です。バンコクより全然綺麗です。
で、その次に、飯のうまさに関しては、これは正直バンコクの勝ちですね。で、まあ、その次は、税金事情ですね。国に、そこに住んだらその国に税金を納めないといけないんですけど、まあ、税金に関してはシンガポールの方が安いです。で、その次、美容に関してなんですけど、美容はもう完全にバンコクですね。バンコクも整形とかも安いですし、あと、例えば、僕はヒゲ脱毛とかしてるんですけど、ヒゲ脱毛とかも安いですし、あとは、まあ、ニキビをなんか消す薬とか、あと、美容注射とかもあるんですけど、まあ、僕結構そういうのいろいろやったことあるんですけど、バンコクはそっち系がもうかなり種類豊富です。しかも種類豊富で、かつ日本語対応とかもしてるのでめっちゃいいですね。で、シンガポールはここまで発展してないです。で、その次、人の優しさですね。海外行くとどうしても、まあ、人種差別とかって、まあ、ぶっちゃけあるんですよね。で、アメリカとか行って、で日本人だとやっぱり何て言うんですかね、まあ、下に見られてっていうのは正直あると思います。で、シンガポールとバンコクに関してはほぼほぼないんですけど、まあ、ただバンコクの方がまあ親日かなっていう感じです。まあ、なので人の優しさに関してはバンコクの勝利っていう感じですね。なので今までトータルでお話したことを考慮すると、まあ、多分バンコクがベストなんじゃないかなみたいな、まあ、そういうふうに考えています。というわけで、まあ、これ動画見てる方、まあ、気になる方いたら、まあ、ぜひ東南アジアすごい心地いいので行ってほしいなと思ってるんですけど、ただちょっと質問出るかなと思っていて、じゃあビザどうしますかっていう点ですね。で、ここに関して東南アジアのビザとかバンコクのビザ、シンガポールのビザとかをググると、まあ、ぶっちゃけかなり間違ってる情報が多くて、まあ、ああいったその世の中の情報ってよくわかんないライターとか適当にググりながら書いたりしてるんですよね。で、結構間違っていて、で、僕は結構住んできたのである程度詳しい方で、その上でお話ししていくと、基本的にじゃあまずバンコクに長期滞在するってなったら、大半の人は就労ビザもしくはエリートビザっていうのが、有名です。で、就労ビザ何かっていうと、まあ、それ名前の通り働くビザですね。で、バンコクって結構日本人を求人してる会社とかも多くて、で、そういった会社に働くと会社が就労ビザ発行してくれるので、なので住むことができます。で、もう一方で、エリートビザっていうのがあって、で、これに関しては、バンコク政府に150万ってお金をポンって払うと、そうすると5年間有効な、ビザっていうのを発行してくれます。で、このエリートビザがあると、まあ、半分以上移住みたいな感じですかね。結構投資家系の方とかはこういうのを買ったりしています。で、その次フィリピンなんですけど、フィリピン、すみません、僕そこまで詳しくないんですけど、結構お金払うと、永住権取ることができます。で、フィリピン永住権とかでググると、まあ、いろんなビザとか出てくるんですけど、一つ注意点としては、マイナーなビザとかはそんな選ばない方がいいと思います。結構そのフィリピンとかって汚職が多かったりするので、移住ビザ取ったとしてもその制度が途中でなくなっちゃったりとかっていうのも全然考えられるので、まあ、そこだけ気をつけた方がいいかなっていう感じです。で、その次マレーシアなんですけど、マレーシアもすごいビザ簡単です。で、基本的にロングステイするんだったら、まあ、就労ビザでもいいんですけど、就労ビザじゃない場合は、基本的に移住者、まあ、投資家とか、あと、ロングステイする年金で過ごす方とかですね、こういった方は MM2H っていうビザを取ります。で、これどんな感じかっていうと、マレーシア政府に900万円、まあ、ざっくり900万円ぐらいのお金っていうのを払うことによって、そこで、マレーシアが通貨リンギットっていう名前なんですけど、そのリンギットの、まあ、定期預金に入れる感じですね。で、定期預金だから、まあ、引き出したりっていうのが多分その制限あるんですけど、まあ、ただそのリンギットでこう政府に運用してもらって、で、それが、年利 4% 保証ですね。だから、まあ、大体、ざっくり1000万円ぐらいを政府に渡すとしたら、まあ、年間40万ぐらいのリターンっていうのをもらえる感じですね。で、そのリターンっていうのをもらいつつ、移住ビザっていうのを発行してもらいます。で、その次シンガポールなんですけど、シンガポールは、就労ビザと、あと投資ビザっていうのがあって、投資ビザに関してはこれ情報あんま出てないんですけど、数億とか数十億とかかな、まあ、それぐらいのお金が必要だったりするので、大半の人は、就労ビザ取ると思います。で、こっちも、審査あるんですけど、審査は、日本の代理店とかにこう丸投げしちゃえば、あとはまあ自分は基本的に待ってるだけみたいな、まあ、そういう状況を作り出せたりします。で、最後ベトナムなんですけど、すいません、ベトナム僕そんな詳しくないです。なので、ちょっとここだけ割愛させてください。まあ、なのでビザに関してはまあこんな感じなんですけど、まあ、とはいえ、日本人のビザってかなり強力なんですよね。例えばその、まあ、もし言葉悪いですけど、よくわかんない国とかに生まれたら、アメリカに入国とか、まあ、例えばタイに入国とか、まあ、そういう場合でもそのビザの審査がすごい厳しかったりするんですよ。で、一方で僕たちの日本人っていうのは、その行こうとした観光ビザでも結構長期で入れるので、まあ、その移住したいとか、まあ、ちょっとノマド生活したいみたいな、そういう場合は最初はまあとりあえず観光ビザで行くのがいいと思います。で、観光ビザでシンガポールだと1ヶ月で、バンコクだと最大3ヶ月、マレーシアだと3ヶ月、ベトナム1ヶ月、あと、フィリピンは
フィリピンぶっちゃけ観光ビザでずっと住んだりできるんですよね。まあこういった感じでも結構緩いので、まあ最初観光ビザがいいんじゃないかなと思います。まあなんで今回のメイントピック以上なんですけど、ここから最後ちょっとだけ深掘りして、まあ向こう行くってなったら家探さないといけないじゃないですか。で家探すときにおすすめな方法っていうのをお話しします。でそれ何かっていうと、もうこれめっちゃ簡単で、Airbnb っていうのを使うといいです。でこれ聞いたことある方多いと思うんですけど、Airbnb、まあ略して Airbnb っていうんですけど、これ何できるかっていうと、現地でコンドミニアムを借りれるんですよね。でそのコンドミニアム誰が運営してるかっていうと、向こうの一般人です。で向こうの一般人が Airbnb っていうのを登録することで、そこの部屋を貸し出すことができて、なので要するにその基本的に海外旅行をしたら大体ホテルに住むじゃないですか。でホテルってまあぶっちゃけそんな住みやすくないんですよ。その短期滞在だったらいいんですけど、長期で住むってなったら、例えばキッチン欲しいなとか思ったりとか、あとはなんかそのホテルって結構部屋暗かったりするんで、部屋暗いの嫌だなみたいな。でも一方で Airbnb だとそれ解決されるので、基本的に Airbnb おすすめです。であとさらにいいことに、例えばじゃあバンコクに住みますってなった時に、いきなり家借りちゃうとその地域にずっと住まないといけないじゃないですか。でバンコクって言ってもその日本と同じで、日本の東京に住むのと、東京の例えば新宿の歌舞伎町に住むとか、あと大阪の梅田に住むとか、あと沖縄に住むって、その日本って言ってもそのいろんな地域によって特色全然変わるじゃないですか。でタイのバンコクでも全く同じで、僕は過去にそのプロンポンっていうその中心地のエリアとか、あとトンローっていうそのすごいおしゃれなエリアとか、あとドンムアンっていうちょっと田舎のエリア、こういった3拠点結構住んだことあるんですけど、全然住み心地違うんですよね。でそれで例えばおしゃれな店好きだったらトンローがいいですし、日本の住環境みたいなその住みやすさを重視するんだったらプロンポンなんですよね。で一方でその価格を落としたいっていう場合だったらドンムアンだったりするんですけど、こういった感じでちょっと変わってきたりするので、まずはエアビでそういう地域で家を借りてみて、でそれで何泊ですか、3、4泊ぐらいしてみるみたいな。で3、4泊して、ではここいいじゃんと思ったら、そこでその地域で家を借りるみたいな、そういった感じがいいと思います。なのでリスクヘッジのためにも、ぶっちゃけ海外旅行でも使えるんですけど、Airbnb すごいおすすめなので、もしシンガポール行く場合でも OK です。バンコク行く場合でも、ベトナム行く場合でも、フィリピン行く場合でも、全部そうなんですけど、いろんな国行く場合に、ちょっと1週間2週間のロングステイって言わないですか、ミドルステイとかですかね、こういったのするんだったら Airbnb 使ってみるといいですよっていうお話でした。というわけで、今回これぐらいにしようと思います。僕のチャンネルではこういったその移住情報みたいな、そこまでこれは解説してないんですけど、基本的には個人で稼ぐ方法ですね、これにフォーカスして発信をしています。でもし今回の動画参考になったら、ぜひチャンネル登録とLikeボタンを押してもらえると嬉しいです。であと Twitter でも発信してまして、 Twitter は僕普段ノマド生活をしていて、で今これどこだ、有馬温泉に来てるんですけど、こういった感じの場所で撮影してます。で部屋こんな感じです。ちょっと荷物散らかってるんですけど、こういった生活はあれです、ツイッターで発信しているので、よかったらツイッターもご覧いただけたら嬉しいです。というわけで今回以上となります。また次の動画でお会いしましょう。